さあここでなんと岡部敏感選手権お実はこの収録中にスタッフの岡部ちゃんがある敏感ポイントを仕掛けていました、うん、それは一体何でしょうか、このサードラウンドでってこと。あ、今です。もうこの今もうこう今日のあ、こうここに敏感ポイントがあるってこと、はい、え、敏感選手権ね、ずっと司会をやらせてもらってますけどね、ちょっとこれはいざこざがあるやつですね、結構あ、本当の敏感でこれが出ちゃったら出てたらね、この子こんなんな、まあ、でも分かんの、これは分かります。いや分かん、俺はほら上田と楽屋も違うし分からないんで、はい、これ上田分かるんだ、考えれば。なるほど、はい、あ、そうだったら申し訳ない。なんだろうな、俺のなんか制服がいつもと違うのかな。いや、俺の制服があって、俺の制服ではないけど別に なんかいかにも俺 毎回これ着てますみたいな。マイウェアが、まあもちろんこれ YouTube で、ちょっとした余興ですから、そんな大々的なのはね、まあ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 、そりゃそうだわな。いや、ひょっとしたらあれかな。はいはい、いつもと座り位置が違う。どうですか。いや、鈍感です。いや、鈍感ではない、事実違うんだから。ああ、事実、そうか、逆の場合もありますね。まあ、普通立ち位置逆ですよ。立ち位置は逆だからね。あ、すいません、ミス。事実鈍感ですよ、あなたが。いや、俺は岡部ちゃんを信じるよ、これは本当に。あ、上田は分かるんだね。分かんないけど、うん、はい、実は、うんうん、回っていないカメラがある。あ、鈍感です。鈍感、まあ確かにそれね、あったらびっくりしますよね、うん、このいかにもほら上田さんを狙ってるカメラが実は何もない、いや実は回ってないとか、ね、再生してるみたいな、そこで動画見てるみたいな WBC 見てたっていうもうだ、そんな何回も言っていいんじゃないよね。いや、そうですね、もうラスト。あ、そう、ラストじゃあ一回。マジか、だってないんだもん。いや、だって敏感ポイント、はっきり言いますけどポイント1っていうのがありますからね。ポイント 1? ポイント1と、おう、あとはちょっと高っぽくてんですけども、いや、じゃあはい、なんだ、こうシミュレーションのふりをして、はい、女子スタッフ2人が単純にバドミントンをして楽しんでいく。おお、これはめっちゃ惜しいです。めっちゃ惜しい。じゃあ、はい、1人は元オリンピアンださあ、鈍感。あー、残念、ここまでということになります。マジか。でもいいとこ行ってたんだろ。はい、いや、目の付けどころは良かったですね。っていうか、まああそこは目に入っちゃいますけど、どうしても。まあまあまあ。いや、まず1番、1ポイント。はい、収録の前かな、うん、上田さんのことをしんちゃんと呼んでいた。知るか、そんなこと。何が。上田さんによ。はあ、さっきこっちね、はい、しんちゃんこちらですって言ったら、あいよーって言って座った。上田さん。嘘だろ。ほんとほんと。お願いします。お願いします。しんちゃんこちらになります。どういう関係になっちゃったのかなと思って。だってマジで言った。なんか本番前だから、おあえてスルーして本番が始まった時に、 お前さっきのあれなんだって言うのかなと思うぐらい、おあいよって言って座って。マジか、全然聞こえてないわ。あっそう。 YouTube 見てください、言ってますから。はあ、じゃあ多分俺と岡部そういう関係なんだろうね。おもう俺も否定しないわ。多分もう言われ慣れて、もうあいよって言ってんだろうね。いや、笑いこらえるの必死でしたよ。お願いします。お願いします。しんちゃんこちらになります。よいよ。次がだっていきなり高いもん、100、もう 100? だって俺1気づいてないんだよ。それ100気づくわけない。でもこれ分かるんでしょ、見れば。分かります。いや、じゃあヒントも、じゃあ1回で答えてよ。あのバドミントン、バドミントンやってる2人に注目してください。もうそこです、まさに。だったら、はい、100ポイントだね。じゃあラケットに貼ってあるのが、うん、ガットではなくただのゴムだ。いや、そんな美術費ないです。いや、そうか、確かにな。YouTube でそこまでお金使わないか。じゃあ岡部ちゃん、回答発表して。はい、はい、正解は左側の方が持ってるラケットが、うん、私の私物の。知るわけねえだろうよ。なあ、で、いや、彼それがそうでも別に悪くはないじゃんか。
いやいや、バドミントンしたいからちょっと、あ、じゃあ私持ってますから持ってきますでいいじゃん。何がおかしいんだそれが。なあ、別に私物でもいいじゃん。普通はだから私物を使わないんだよね。使わない、うん、いやいやいや、だ言ったようにその YouTube だったらお金ないから、じゃあちょっと私物で済ませようなんてことだってあるじゃんか。あ、でもあれ YouTube 用じゃない。いやいや、それ分かってんだよ。 YouTube 用に買ったわけじゃないけれども、 YouTube だからお金がないから、お前が私物でもおかしくないでしょうが。言ってんだ。こんなことを説明させなきゃ分からんのか、俺は。パワハラ、パワハラ。はい、この格好で言ったからセクハラ。はい、これも三冠です。ね、普段は美術さんのね、やつやるんだからね。いやいや、それが実はこっそり岡部ちゃんの私物で出てたっていう。いやいや、知ったことか。あれ、あれ確か岡部ちゃんの私物だよねって言ったら、それこそそういう間柄だよ、もう。いや、だから。もう家で見てんだ。だから何回も確認、それ知ってますかって。上田さん、わかるんですかって。わかりますって言ってるわ。いや、わかるわけないだろう。だから部屋に飾ったりとかしてんのかな。クローゼットの中には。ほら。あ、あの時な。あの時あったやつな。うん、うん、じゃねえんだ。ってことになりますからね。最後、なんとこれ300ポイントです。300? これはもうわかんのね。わかります。ああ、じゃあ、岡部ちゃんが、その中に着てい、うん、ま、じゃあもうそのトレーナーの中かな、うん、ひょっとしたら。もうトレーナーの中になんか T シャツかなんか着てると思うのよ、多分。おう。その T シャツに俺の顔がプリントされている。しんちゃん T シャツ。ああ、さあ、着ないです。バカ、着ろよバカ野郎。着ろよバカ野郎とかね。あなただって勝負の日あるでしょうしね。いざって脱いだ時にしんちゃん T シャツあったらさ、どう思うだろうな相手は。いや、本当です、ね。はい、じゃあここまでですね。じゃあ答え300ポイントの発表してください。残念。はい、実は、敏感選手権に参加していた土田さんに、うん、私が大学生の時に現場にこうついて行っていたて、うん、知るわけねえだろうが、だからなあ、で、俺これな、何年かかっても当たるわけねえだろうが。分かるんだよね、よく考えれば。考えて分かるようなことじゃねえだろうが。考えて分かるってことは、なんかもともと知識があるとか、なんかその辺になんか違和感があるから見りゃ分かる、それを解読すれば分かるとか、そういうことなんで、知らねえことを考えても分かるわけねえだろうが。 どこら辺で分かると思ったの。当日に上田さんに分かるようにやってました、うん、土田さんに挨拶しに行くとか。スタッフがタレントに挨拶してんのは不思議でも何でもないだろうが。おはようございます、おはようございますぐらい普通にあるだろう。ちょっとそれを見たら、あれ、これひょっとしたら大学時代誰がなるんだ。でもいつもよりもなんか慣れ慣れしくやってたってことだよね。知らねえよ。仮に突然ちょっと慣れ慣れしくしてても気づかないよ。な、イカれてんのか。お前は二度とクイズを作るなよ。なあ、いや、クイズだよこんなもん。やっぱ俺分からなかったじゃない。どういうこと。300ポイント下げたいって言ってたのよ。300じゃないですよね。だからよほどこう、要は枕物語でしんちゃんって言ってベッドでね、バドミントン飾ってるのを見て、実は私ね、昔しんちゃんとも会ったことあるのよ、昔土田さんの現場にいたからみたいな、全部こうベッドの中で言ったトークだったらさ、分かるって言うから。なんだろう、俺本当に付き合ってたのかな。もう一応立場上消してんじゃない、記憶を。なのかな、うん、だって純烈の顔まで消したぐらいですから、ね、そうやな、そうかそうか。はい、もう下がる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 。どっか行け。クリームナンタ、お笑い養成所で遠隔操作、桜坂インストール第2弾。私は地雷にピンフォル勝ちしたい。水曜夜。